はい、ご視聴ありがとうございます。今回はですね、初めてお風呂紹介っていうのかな、私がお風呂でどんなものを使っているかっていうのをですね、紹介したいと思います。っていうのはね、ずっと前なんですけど、インスタグラムの方でですね、お部屋紹介をしてほしいとか、以前から結構あるにはあるんですね。けど、まあ、おしゃれな家でもおしゃれなお部屋でもないのでお断りをしていました。ちょっとこういう紹介もいいかなと思って今回させていただきます。はい、興味がある方はぜひ最後までご視聴ください。ここ今電気がねついてるんですけど、昼間は普段暗いんですね。で、夜ってやっぱり怖いんですよ。なので以前もちょっと動画でお話ししていたんですけど、ここすりガラスになっていて、人影がねちらっと見えた時があって、今はこのステンドグラスっていうのをね貼っておりますね。ダイソーで売ってるやつかな。これねもうボコボコなので、すっごいね貼りやすいですね。やっぱり綺麗に貼れました。はい、ということでね、前置きが長くなったんですけど、はい、まずこれですね、洗剤ですね。これは私いつもこれですね、パフですね。使ったら一回洗っているので、そのための中性洗剤ここに置いてますね。あとこれが出会うっていうので、これはビューティープラス定期便、アッププラス定期便だったかな、2ヶ月に1回届くボックスなんですけど、それに入っていたものですね。これちょっと今回初めて使ってみようかなって思います。普段私洗剤も、ボディーソープは使わないから、洗顔ですね、メイク落としも何でもいい人なんですね。こだわりがない人なので、こんなね普通にこういうやつを使っているんですけど、でシャンプーラックスに戻しました。っていうのが以前1髪を使っていたんですけど、ごっそりと髪の毛が抜けてしまって、いやシャンプーが理由じゃないと思うんですよ。シャンプーのが理由じゃないとは思うんですけど、わからないので本当に何がストレスだと思ってるんですけど、まあ、シャンプーかもわからないし、ちょっとその辺曖昧なので一旦ですねラックスに戻しました。また体調が良くなってきたらいろいろなシャンプーをね使ってみたいと思っております。はい、これ泡洗顔ですね。これはもう急いでる時とか、もうめんどくさい時とか、もう早く洗いたいなって時にはもうこういうのがすごい便利ですね。手軽ですね。これなんかメーカーわかんないんですけど、普通にリサイクルショップでめちゃくちゃ激安で売ってました。で、あとここ洗剣ですね。これもなくなるので、またちょっと待ってください。これですね、これもビューティープラスの定期便に入っていたやつですね。初めて使うんですけど、多分これすごい高いやつだと思うんですよね。これを今日から使いたいと思います。はい、今ね喋ってるから窓閉めてるんですけど、実際はですねいつも窓開けてますね。これぐらいで、そこにこのどこだったかな、100均だったかな、3COINSだったか忘れちゃったけど、これで私は顔をマッサージしながら洗っているので、なので窓際にいつも置いてますね。それと同時にこれですね、これもこんなところに引っ掛けてるんですけど、これは以前春でシャンプー買った時におまけかな、なんかついていたんですよね。これはもう絶対に使ってますね。毎日シャンプーするわけではないので、シャンプーする3回に1回は使っていますね。なのでこれも普通に適当に窓際にすぐにね乾くように置いてます。
いつもはね、この辺りにボディショップさんのパックとスクラブを置いているんですけど、ちょっと今ね、お休み中です。入浴剤が大好きなので、すごいいろいろね、試すのが好きですね。はい、そして石鹸ですね。石鹸ね、大好きなんですよね。結構昔からどっか行った時に買うようにしてるんですけど、最近は買ってないですね。でもこれはいつも牛乳石鹸の赤箱と青箱とありますけど、赤箱はいつもストックしてありますね。これは体洗う時に使ってます。そして今日ね、初めてこれを使おうかなって思っておりますね。これツルポカですね。楽天さんで購入できるものなんですけど、これはね、以前酵素浴を体験した時にめちゃくちゃ良かったんですね。なんかその日に限って夜ぐっすりね、眠れたんですね。それがすごい記憶に残っていて、じゃあお家で酵素浴っぽいこと真似できないかなって思った時に、あ、そうだ、入浴剤でそういうのあるかなと思って探して見つけたのがこのツルポカさんですね。これは今日今からお風呂に実際に入れて、どんな感じかね、ちょっと実際に使ってみたいと思います。はい、ちなみにこちらですね、バスタオルをね、リメイクしました。このおなじみのこのレトロな布をね、こうやって縁に付けました。で、これボタンですね。アリーエクスプレスで買ったボタンですね。すごい可愛いボタンですね。でもこれ自分で、これね、縫い目が汚いですね。もう全部手縫いなので、これ干すときになんか洗濯バサミでここピタってね、やればいいかなと思って、ここ分厚いのでやっぱり乾きが悪いのでね、ここつまみの部分つけました。ここに洗濯バサミプチってね、両側からつければいいかなと思って、汚いですけど縫い目が。これよいしょよいしょ。はい、それで私がいつも使っているこちらをね、紹介しますね。これ Amazon で購入できるんですけど、これをね、買う前は蓋をね、2つ折りぐらいにして、でその上にバスタオルを乗っけて半身浴とか入浴をね、していたんですけれど、やっぱね、蓋ってやっぱカビますよね。でその都度ね、干すのもね、大変なので、でやっとね、こちらを使うことができて、すごいね、お風呂が楽しくさらになりましたね。ここにね、スマホを置いて、あとここにね、ジュースを置いたりお茶を置いたりしてね、すごいね、楽しんでおります。これね、ちゃんとね、吸盤がついているのでね、滑ることもないし、ね、これ普通にね、伸ばせれるので、いろんなね、お風呂のタイプに合うんじゃないでしょうか。台所ね、台所でもね、これ水切りとしてね、使えるんじゃないかな。私はお風呂にしか使わないんですけどね。ちょっと残念だったのが、私これね、黒をね、頼んだんですけど、黒っていうかね、これ何色なんだろう、黒には見えないですよね。でもすごいね、気に入っておりますね。これだったらね、カビないし。実際これを入れていきたいと思います。思った、もうメイク落としはこれにしようと思いますね。これね、マナラホットクレンジングオイルって言って、
でもネットで結構ね出回っているので、なんか知ってる人もね多いと思うんですけど、なんか1週間アンケートに答えて1週間分のなんかサンプルプレゼントっていうのでねもらいました。なんかキャンペーン実施中かわかんないんですけど、もし気になる人いたら、あのマナラホットクレンジングジェルでね、インターネットでね検索してみてください。これね本当にね、あのマッサージ、顔をマッサージすると顔がもうすぐ速攻でね顔がほてって、なんかすごいね汚れが綺麗に落ちた気になって、すごいあの洗い上がりも良くていいなって思います。で石鹸は今日からこちらを使いたいと思いますね。まあ、今ビューティー定期ボックスとかをあの注文してるんでね、こういうあのいいやつはもうどん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 これから使っていこうと思います。はい、お風呂がね沸きましたね。こんな感じの色ですね。あのなんかもっと白く濁るかなと思ったら、そんなに色はね変わらないですね。はい、では今から温まりたいと思います。